ベントレイ4リッターバンデンプラとアラーバンデンプラは、イギリス、ベルギーに、かつて存在した自動車メーカー、もしくはそのブランドである。現在では、北米以外の地域での商標権を、南京技社が、北米での商標権をフォードが所有している。名は創業家のせいから取られたものである。発祥地ベルギーでは主に、オランダ語とフランス語が話されているが、前者では、 バンデンプラスと発音され、校舎ではバンデンプラとなる。創業者一家の大一言語がどちらであったか定かではないが、バンデンプラスという性自体は、池野という意味のオランダ語である。日本ではバンデンプラやバンデンプラスと表記される場合もあるが、香港ではバンデンプラで統一する。プリンセス4リッター1898年にベルギーで馬車の車体を製造する。 コーチビルダーカレスリー・ファンデンプラスとして発足し、1913年、イギリスに自動車のボディを製作する支社を設立した。イギリスのバンデンプラは、本国とは別に独自の経営を促進し、ロールス・ロイスやベントレー等のボディ製作を請け負い、地位と名声を得ていった。第二次世界大戦後、世界的不況の中で、イギリスの自動車産業は打撃を受け、 他の中小自動車メーカーが大手に吸収合併される中、バンデンプラもオースチンに吸収され、オースチンの大型セダンをベースにした高級車をリリースした。これが最初のバンデンプラプリンセスである。プリンセス4リッターバンデンプラの工場である、プリンセスカーズで作られた最初の車は大型セダンのオースチン A99 ウェストミンスターをベースにしたもので、 それぞれ3リットルと4リットルのエンジンを積んだバンデンプラ3リッターとバンデンプラ4リッターであった。両車にはオリジナルのフロントマスクが与えられ、内装はベースである大衆車とは大きく異なり、元コーチワーカーとしての仕事が存分に活かされた、豪華で高級なものであった。その後、ロールスロイス製直列6気筒エンジンを積んだ4リッターアールも生産された。 プリンセスマーク i1100、プリンセスマーク i1100、プリンセスマーク31300、プリンセス1300。やがてオースチンも、モーリスを代表とする、ラフフィールドグループとの合併が決まり、1952年に、ブリティッシュモーターコーポレーションが誕生した。そして、ウーズレイと共に、BMC の高級部門としての役割が与えられた。1962年に、 モーリスから発売されたアド1 6は徐々にそのシリーズを拡大していき、最終的には BMC の6部門のすべてから少しずつ趣向を変えて販売されることになり、1964年にはバンデンプラ版が加えられた。これがバンデンプラプリンセス1100であり、大衆車ブランドのオースチンやモーリス、スポーツカーメーカーであった MG などとの差別化を図るべく思い切った。 高級化の手法が取られ、それまでの小型車の常識を覆すものとなった。外装は以前のバンデンプラと同じフロントマスクや、荘厳なグリル、フォグランプなどにより、他のアード16とは異なる高級感を醸し出していた。内装は、車内のあらゆる部分を柔らかなモケットで覆う、ダッシュボードにウォールナットのウッドパネルを使用、ドアトリム上端にウッドキャッピングを施す。 シートは、このリーレザーをあてがい、分厚いクッションを使った、上質なものを使用するなど、全長3.7メートル、排気量 1100cc の小さなサルーンに、それまでの大型高級車で培ってきた手法をそのまま持ち込んだ。また、前席背面には、鉱石用の折りたたみ式オールナット製、ピクニックテーブルが組み込まれるなど、このサイズで、ショーファードリブンカーを思わせる出来となっていた。 小型ながら優美なスタイルと豪華な内装で小さなロールスロイス、ベビーロールスと呼ばれた。あと 2275cc エンジンが追加されている。その後アド16のマイナーチェンジに合わせた改良とコストダウンが行われた。リアコンビネーションランプの大型化、よりファストバックが強調されたスタイリング、内装の小変更などに加え、 エンジン排気量を 1300cc に統一するなどの変更が行われる。これに伴い、マイナーチェンジ以前のモデルをマーク I、それ以降をマーク k II と呼ぶようになった。マーク I のみ、テールフィンの存在が顕著で、リアコンビランプが小さく、その角度も直立気味なため、識別は容易である。最終型となるマーク III は最後まで残った、あと十六の一つとして、 1974年まで生産が継続されている。プリンセス1500、1700その後オースチン・アレグロをベースにしたバンデンプラプリンセス1500へとフルモデルチェンジされたがベース車が設計的に失敗作であったことやバンデンプラらしい特色にも乏しく不人気のまま販売終了となった。これがプリンセスを冠した最後のモデルとなった。 ジャガー XJ8 番電プラ1968年以降は、ジャガーの上級使用者のグレード名となり、現在、ジャガーの親会社、フォードが、北、アメリカでのブランド使用権を保有している。同様に、一時期は、ランドローバーのレンジローバークラシックの最上級グレードの名称としても使用されていた。北米以外の地域では、南京議者がその商標権を所有している。 ブランド別インポーターの移り変わり、バンデンプラス日本自動車輸入組合。ありがとうございます。